いつもご視聴いただきありがとうございます。チョモランマエピソード今回はですね、よく仲のいい仲間うちでしょうもない謎謎とかクイズとか出していませんでした。これよくやったんですよ。クイズ番組をよく見てるわかるんですけど、回答を思いついた方って必ずこの早押しボタンを押してるんですよ、ね、ピンポン。その要領で押してくるやつがいたんですよ。回答を思いついたピンポンだ。いやピンポンって口に言ってんじゃん。で、そういうのはいいんですよ。力が強すぎて頭ごと押されるのでちょっと首が苦しかったです。でも口でピンポンの偉い思って、であとは居酒屋とかファミレス、その時に店員さん呼ぶ時って呼び出しボタンありますよね。同じようなよるよる。メニューパタメニューパタ、じゃあ、店員さん呼ぶね。呼ぶねえで、その呼び出すボタンではない。僕のこれ、チョモランマを押すんです。ピンポーン、ピンポーン。いや、まだ口で言ってんよ。なんか押しても全然来ねえな。いや、来ねえよ。呼び出しボタンじゃねえよ。思いながら、ね、その時は、周りの、お客さん方の、目も気にせず、精神を楽しみました。もうね、楽しい思い出を、ありがとう。そんな、チョモランマエピソードでした。早押しボタンでもないし、呼び出しボタンでもない。じゃあね。